い、関口よりじょうさんの昭和22センチです。お願いします。はい、やっぱり後半の方20センチぐらい超えてると墨が結構出てる、特に20センチとかになってくると墨が出てるのが多いですね。まあこれ大と小で池が違ってるので、池が違った、まあ、隣同士で飼ってますからね、まあ、水質がそれほど違うってわけではないですけど、大きくなると墨が出てくるのかなと思います。前半戦の16とか18ぐらい20センチとかで、ね、あまり墨が出てるのが少なかったですけど、後半戦になって20センチ超えてきたのは一気に墨が出てきましたね。なので前半戦の鯉もですね、こうやって20センチ超えてくるとこのように墨が出てくるかなということが、同じ関口さんの鯉ですので、期待していますね。もちろんですね、オス親が違ったりメス親が違ったり、これ全部一腹っていうわけではないのでタイプとかもあるとは思うんですけどね。ただまあ同じ関口さんの系統ですので、似たようなところはあると思いますので、やっぱ大きくなるにつれて墨が出るのかなと勝手ながら想像しております。ですね、本当に20センチぐらいになってるやつの方がしっかり出てきてますからね。そうなのかもしれませんね。まあやっぱ出てる方が安いですね。はい、ぜひよろしくお願いいたします。